獅子舞の起源。明けましておめでとうございます。アテナくんだよ。去年は本当にありがとうございました。今日はお正月ということで獅子舞のお話だよ。獅子舞の始まりは古代インド、それが仏教と一緒に中国やチベット、東南アジアへと伝わっていったんだ。日本に伝わったのは聖徳太子の頃、飛鳥時代。仏教の行事で回れる舞として中国から伝わったよ。あれ？でもウィキペディアでは次のように書いてあるね。獅子舞は11世紀の後漢で起こり、日本へは奈良時代に伝わったって。おかしいなと思った人もいるかな。これはね、獅子舞には2つの流れがあるからなんだ。一つは中に2人が入って頭を動かしているもの。僕らがよく言うお正月や神楽での獅子舞はこちらを指すよね。一方、ウィキペディアで説明しているのは一人でやっている獅子舞、一人が中に入って頭を動かしているもののことなんだ。つまり獅子舞が日本に伝わったのはウィキペディアで言っているのよりも1000年ぐらい前なんだね。獅子舞は病気をやっつけたり、悪魔を退治してくれたり、病気もなく長生きできるようにしてくれる。悪魔とか悪い霊を食べてくれるんだって。今日も見てくれてありがとう。いつも見てくださって本当に感謝しています。改めてありがとうございます。今年もよろしくお願いします。